家小川未明 A ちゃんはお姉さんからおふるの財布をもらいましたそしてお母さんから小遣いをいただくとその中に入れておきましたが時期に使ってしまうのでその財布の中は 「いつも空っぽでありました」「ある日 A ちゃんがその財布をバタバタやっているとお姉さんがごらんになって A ちゃんの財布の中はいつも空っぽなのね」と笑いながらおっしゃいました「空っぽなもんか」 空ごらんよ入っているだろう。とえいちゃんはお金をつまんでみせましたたった一銭切りしかないの姉さんはこのどうかがいつできたと思ってるのそりゃ古いんだからそうね。 大きいから大正か明治に違いないわ明治9年なんだぜまだうちのお父さんもお母さんも生まれない前のだよその時分から日本中をぐるぐる回っていたんだそう思って僕大事にしているのさと A ちゃんは今のから見ると大型なそして手ずれのした一線道下を裏表を返しながらさも懐かしそうに眺めていました「まあそんなに古いの?と」とお姉さんも手に取って眺めました 「いろいろの人の手に渡ってきたんだね」「それはそうよ」「えいちゃんはどんな人の手にこのおわしが渡ってきたと思うの?」「大人や子供や金持ちや貧乏人?」「もっと言ってごらんなさい」 船にも乗ったろうし汽車にも乗ったろうし新聞売りの手にも渡ったろうしバッチンの穴の中へも入ったろうし紙芝居のおじさんの手にもその他考えたらまだいろいろあるだろうだけど 海や川の中に沈んだり火の中へ入って焼けてしまったらもうこうしてこのお金はなかったんですよ」とお姉さんはおっしゃいました「それに違いない」と A ちゃんは思ったが「畳の間や火鉢の灰の中に落ちたことはあったかもしれないよ」と言いました A ちゃんはこのお金を使わないつもりと姉さんはお聞きになりました僕大事にしてしまっておくのだ A ちゃんは財布をバタバタやりながらあちらへ行ってしまいましたその晩 A ちゃんは 財布を枕元に置いて寝たら夢を見ました「坊っちゃん私たちも人間と同じように一代のうちに悲しいこともあれば嬉しいこともあります」「大事に取り扱われれば嬉しいし粗末に取り扱われればいい気持ちはいたしません」 一つ身にしみて忘れられないお話をいたしましょうか」と一銭どうかが言いました「ああ聞かしておくれ」と A ちゃんは答えました「まだ早い春の寒い夜のことでありました」 その晩もだんだん老けてもう町は戸を閉めて電車に乗っている人も少なかったのです「ごーがたんごーがたん」と言って電車は走っていましたある停留所で ちょっと止まるとみつぼらしい腰の曲がったおじいさんが杖をついて電車に乗りました「このおじいさんはこんな風をして今自分どこへ行くのだろう」と乗っていた人たちは心のうちで思ったのです。 がおじいさんが腰をかけるのを見てから車掌さんはチンチンとベルを鳴らしましたそしておじいさんの前へ来て「おじいさんどこまでですか?」と切符を切ろうとしましたおじいさんはガマ口を振って ありたけの銭を車掌にやりました車掌はよく勘定してみました「おじいさん一銭足りませんよ」と言いました「私はあると思ったが負けてはくださるまいのと おじいさんは言いました「規則ですからおまけすることはできません」と車掌は答えておじいさんの様子を見守っていました哀れなおじいさんはこの時杖をついて立ち上がりましたそして電車から降りるため 出て行こうとしましまた「おじいさん一銭足らないのは私があげます」と言って車掌さんは自分のガマ口から一銭どうかを出しておじいさんにやりましたおじいさんは心からありがたく思ってそのお金をいただきました 坊ちゃんその時の一線どうかが私なんですよ」とどうかが言いましたそれからおじいさんはどうしたいと A ちゃんが尋ねた時に目が覚めたのであります学校から帰ると A ちゃんはお母さんから 八千お足をいただいてタコを買いに行きました10銭出すととてもいいのが買えるのです「おじさんこれおば8千におまけしてくれない?」と A ちゃんは言ってみました「ぼっちゃんだから9銭に負けておきますよ」 他の子でししたらおまけしまけせん、と答えました A ちゃんはどうしようかと考えましたがとうとう財布を空っぽにして大事な一銭どうかをやってしまいましたその時「かわいそうだな」と A ちゃんが言うと 「私はしまっておかれるよりか旅をする方が好きです」とどうかはチカリと笑って他のお友達と一緒に箱の中へ入っていきました。